皆の者、今日はよくぞこのお説教部屋に来てくれたな。私はジャパニパークのお説教大魔人フルール様だ。お主らここに来たということは、どんなお説教にでも耐えられる強靭な心を持ってるということでいいんだな。どうなんだ、どうなんだ、あ、皆の者がそう言うなら続けるか。それでは続いての反省文こちらだ。フルールさんお疲れ様です。フルールさんとは誰だ。フルールだ。私はお説教大魔人のフルールだ。お疲れ様です。今日誘惑に負けてスタバに2回行ってしまいました。意志の弱い俺に喝を入れてください。スタバに2回も行ってしまっただと、なんて贅沢なんだお前は。なんて贅沢をしているんだ。何飲んだんだこのタイミングで。メロンか。メロンは私も飲んだ。あれはうまかった。今度ピーチが出る、気になる。とっても気になる、早く飲みたい。スタバに2回も行く贅沢なんて許さない。私におごれ。以上だ。私は疲れてきた。あと6個、あと6個頑張るとするか。続いての反省文こちらだ。じゃじゃん。午後の紅茶を朝一で飲んだことです。反省。こいつの反省は午後の紅茶を朝一で飲んでしまったことだそうだ。午後の紅茶と言っているのに朝一で飲んだのか。別にいいだろ。別にいいだろ、そんなの飲んでも。誰が決めたんだ、朝一で午後の紅茶を朝一で飲んじゃいけないって誰が決めたんだ。いいだろ、いいだろ、これからも飲みなさい。これからも午後の紅茶を朝一でも昼でも深夜でもいつでも飲みなさい。以上。続いてこちらだ。じゃじゃん。先日お部屋の掃除をしていたところ。